こんばんは、ハム太郎でございます。本日の主役はこちら、新キャラのね、スマッシュ。この子が露骨なまでのアリア適正なんで、同撃3種を持った状態で今回はプレイさせていただきます。2体編成だね。そう、2体はね、嬉しいことにね、私のアカウントでは、嬉しくないか、私のアカウントではたまらなかったんですけど、奥さんのアカウントとお母ちゃんのアカウントで1体ずつね、回収ができたんで、今回はこのハーレーを編成することによって無理くり同撃3種って形でやらせていただきます。ちょっとね、いつもだったら同撃3種厳選とかもするんですけど、まあちょっと言い訳っぽくなるんですが、私ね、人生で初めてモンハン買っちゃって、まあ面白くてね、うん、ちょっとね、浮気中です。引っ張るのもええけど、狩るのもええな。スラーク使ってます。はい、じゃあモンハンの話は終わり。というわけでね、スマッシュを使っていくんですけども、まあ、さっき一回試運転してみたんですよ。試運転してみた結果で言うと、ジュズマルの方が全然強いそれを言っちゃおしまいなんですけど、まあね、ジュズマルはそもそもここの土適性キャラで出てるんでしゃあないんですよ。しかもそもそも属性限だし、だからジュズマルに勝とうとは思ってないんだけど、スマッシュだからこそできるってところもたくさんあったんで、それをね、お伝えしながら動画撮れたら嬉しいです。でやっていきましょう。で、ハーレーはね、こいつワープ持ってないから、とりあえず剣取ってなんかいい感じに暴れればいいなって感じ。うん、こんなもんでいい。で、まず一番良かったところから伝えていきます。スマッシュちゃんなんですけど、状態上回復がね、このクエストにおいてはめちゃくちゃ強い。あのね、クエストの安定度が多分かなり上がると思います。2体編成してあげると毒の火だめがほぼほぼなくなってくるんで、あのクエスト終盤で HP がなくなってきてきつくなるよってことはまずなくなります。そこはね、やっててすごいやりやすかった。うん、ポイント高いね。で、新友情の超絶貫通ロックの衝撃波、このクエストにおいては無意味だった。ちょっと削れたりするのかなと思ったんですけど、そんなこともなくね、何にもできませんでした。そう、友情コンボに関しては普通他のクエストでね、試していただいた方が全然いいのかと思うんですけども、多分モンスターストライクの運営さんとしては、いやいやいや、アリアでしょっていうところだと思うんで、今回アリアでやったらしていただきます。まあ、ただこれはあくまで同撃3種積んでる状態の殴りなんで、そこら辺はね、ご了承ください。通常よりも強化してあります。一応言うと、攻撃力がプラス7000。そうだね、7000されて HP が2500?HP が2500のスピードが、いくつだっけ?数値は覚えてねえな。うん、まあ、そこそこアップしてます。なんでね、通常倍よりも強くなってるんで、そこはご了承ください。で、そう。いいところ、二つ目。ストライクショットがね、今回は特にハーレー積んでるんで、味方の鈍足をカバーするっていうのはすごくいいと思う。ちょっとこれ、俺ね、アリア、運極終わってからね、一回もやってないから、ちょっとね、むずい。あ、ほら、ミスった。例えばそう、今ハーレがいるんですけど、さっき試し運転した時に、2体ストライクショットを打って、加速マックスの状態で使ってみたんですね。そしたらハーレでもバカみたいに動ける。まあそうだよね、2回加速してるから。そこはすごいね、良かった。だからね、運枠キャラと組ましてあげることによって、その辺のね、火力を補えるって意味では、悪くないのかもしれない。で、この毒消しね、今やったけど。毒撃者でかい。非常に優秀だ。ハーレはとりあえず剣踏んで暴れよう。おー、ラッキー。ラッキーパンチどこ行った、ハーレ。あ、まだワープしてたか。ってところかな。うん、強い点は2点。そう、こっからバン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 言うかと思いきや、ぶっちゃけいいとこその2つ。他は全部ジュズマル以下。まあ、ジュズマルがそう、あまりにも優秀すぎるってのがあるから、比べるところじゃないんだけど、まあ、最新キャラだったらもう一声なんかあってもよかったんじゃないかな。でもこれ弱キラーついちゃったら逆にジュズマルが死ぬからな。あ、そうそうそう。ごめん、言い忘れた大事なこと。大事でもないかな。レザストだね。ちょっと、こっちでいいか。この、特にバトル5。ここに関してはミスってしまうと、火ダメがめちゃくちゃ上がっちゃうステージなんですよ。反射レーザー撃ってくるんですけど、そのレーザーを、ストップしてくれます。こんな感じで。ほら、普通に跳ねると結構暗いでしょ?これがね、
ダメージとして減ってくれるのは、ちょっとおまけ程度に嬉しいかな。まあ、ここで事故る人、まああまり最近いないと思うんですけど、私ね、最初の頃ちょっと事故ってたんで、安定度を上げるっていう面ではいいかもしれない。確かにそうだね、毒消しも含めて安定度を上げるっていう面ではいいわ。バカ強いわけじゃないけど。おー。今日のハーレーはやる気ですね。はい、じゃあボス戦やっていきましょう。ストライクショットもね、溜まってきたんで、ただ、1段階目はね、本当に自強化バイルちょっと低いのかな。あんまり動けなかったんですよね。今回はね、あくまで2段階目の方で使っていこうと思ってたんですが、1段階目。それ見えない、見せないと分かんないですもんね。こんな感じ。まあまあ、動ける。うん。自強化バイルで多分1.2 とかそんなもんじゃないかな、あっても。だそれはこっからだよね。こっから。この加速を踏んだ後の、ジュズの動き。ほら、上まで行けた。これね、普通だったら全然上まで行けないから。味方のアシストっていう点ではポイントは高いと思います。ほんとそこばっかやな、この子。今回も加速していきましょう。多分ね、この次のターンで消えちゃうのかな？加速バフは。そうだね。一巡分、味方一巡分は飲んで、持ってくれるから、悪くはないかな。もう加速してあげればハーレーもね、うまいこと当たるかもしれんし。あ、今回当たんなかったかな。うん、当たんなかった。ごめん。で、ここで加速バフは消えると。そういうお話でございます。サクサクっと。ただダメージ見てるとやっぱね、今、同撃2種積んでる、ジュズマルが3万8000。で、同撃3種のスマッシュも3万8000。弱点キラーの分踏まえると、殴り火力に関しては、バカ強いとは口が裂けても言えないですね。本当にアシストキャラって感じ。もちろんアシストが悪いとは言わないよ。アシストだって1体いることによってクエストの安定度は上がる。だから、アリア苦手な人は嬉しいかもしれない。アリア得意な人だったら、いや、スピードご利用していいじゃんってなるかもしんないんで。また難しいとこだね。で、これは言ってほしくないのが、ワンパンすればいいじゃん言わないで。そんなん言っちゃったらもう動画もクソもないじゃん。ワンパンできない人が普通に周回してるんですから。おー、待って、危ねえ、親指当たってたよ。そうなんだよね。私前にクガでワンパン動画撮ってたんですけど、ワンパンが最近流行りすぎてる気がする。よくないね。モンスターストライク。ワンパンももちろん悪いことじゃないんだけど、まあでもそっか、そうだよな。クエストの周回速度を考えて運極を作るってなったらワンパンが一番早いもんな。しょうがないか。それも時代だ。さあ、ラスゲ。やっていこう。もうアリアも終わりだね、これで。これ当たるかな？俺ね、これ苦手なのよ。ラスゲはね、ほんと終始苦手だった。おー、よかった。まあ、覚えちゃえばね、このクエストはすごい楽って言うんですけど、言い換えれば覚えなければ難しいってことだからね。じゃあ、SS 打っていきますか。これが2段階目です。とりあえず、剣踏んで、暴れる感じでいきます。特に何を狙うでもなく、こんな感じで動けますよっていう動きです。はい、ご覧の通り。自強化倍率がバカ高いわけじゃないです。ご注意を。で、ハーレーさんもせっかく溜まったんで打ちましょう。この加速バフのおかげで動けるぜ。ダッシュがないからね、今。コネクトスキルがないから。すごい綺麗じゃない？ミスった。ね、ほら、ハーレーが別に活躍するターンじゃないんで。よしとしたって。いや、でもちょっと今の恥ずかしいな。ある程度は削るつもりで打った。じゃあ、この子も行きましょう。そっか、そうだよな。こっち踏んであげないと。でも、剣踏まないと軽く出ないから、難しいな。ここで剣踏めるかな。うん。俺、アリア下手くそだわ。で、
この状態ね、2段階加速が乗った状態だったら、とにかく動ける。とにかく動けるのがジュズマル。はい、これで決まり。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。だからね、当たった人は本当にアシストとしてはすごい強いんで、いて損はないと思います。それは間違いない。ただ、ジュズマル持っている人にとってはいらないかもしれない。俺は、引こうとは思わない。だからね、この後逆に、アンチワープの原、アンチワープのアンチブロックの状態上回復必須が来た時に、超強いんだけど、そこまで土接待が来るとも思えないんですよ。そんな感じです。アシストキャラ。以上。バイバイ。